ベルジャーアンシクと解明された。これは、新しい野外の街という意味で、当時、現地で人口の多数を占めていた、野外人にちなんだ名であった。現在の名である、ベルジャーアンシクは、1841年に、ニコライ一世の法令により、死の近くを流れるベルダ川にちなんで名付けられた。ちなみに、1939年から1958年までは、 ソ連の英雄で飛行家、ポリーナ・オシペンコにちなんで名付けられたオシペンコとして知られていた。しかし、現在その名は、近くに位置する彼女が生まれた村の村名となっている。この地区には、古くから人が居住し、現在の町の建設までこの地方は、アーグリア、ディーケヘポーレ、ベールドイなどと呼ばれていた。1780年代には、ペトル要塞が、 ロシア帝国によって建設され、クリミア半国からの防備に使用された。1783年にはクリミア半国が滅ぼされ、翌1784年にはこの地域はターブリダ州に編入された。ターブリダ州は1802年にターブリダ県となった。19世紀初め頃には、ロシアはソイアゾフ地方やサガンウクライナでの商業権益の確保のため、 アゾフ海沿海に港を建設する必要に迫られた。1827年にペトル要塞の周辺に港湾施設が建設され、周囲に入植が始まった。これが現在の町の基礎となった。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に属する。アゾフ海に面するこの地域では夏は乾燥した暑い日が続き、冬は比較的暖かい。 海水温度は、クリミアやコーカソスの国海沿岸地域よりも高く、5月では22度に達し、6月では30度に達することがある。海には、チョウザメをはじめ70種類もの生物が生息している。また、海底には、多くの軟体動物が生息していて、この海域には、イルカも生息している。市には、複数の美術館をはじめ、シュミット博物館。 第二次世界大戦博物館、ベルジャーンシク歴史博物館がある。また市は、年におよそ10回ものフェスティバルを開催している。市には、アレクサンドル・プルシキン、シュミット・チューイ、シュミット・チューイの子供たち、衛生技術者、少年の釣り人、嫉妬深いカエル、ハゼ好きの人などの珍しいモニュメントがある。また、欲望の肘掛け椅子というモニュメントがあり、その肘掛け椅子に座り、 願い事を叶えれば、その願い事が叶うと言われている。ありがとうございます。